皆さんこんにちは。今回はですね、私の一番得意なショット、サーブでですね、目隠しをした状態で160キロ出るまで帰れませんという実験をやっていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでできると思いますか。いやー、私の血と汗と涙の結晶をぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、では早速始めたいと思います。それでは行きます。はっ、はい、じゃあ早速目隠しをして160キロ出るかチャレンジしたいと思います。はい、じゃあ早速行きます。まあ、まずですね、どこに立っているかわからないので、いい当たりだったけど、入った？入ってない。139。それはそうなるよ。研ぎ澄まされてた。全然研ぎ澄まされてねえや。155で入ってます。お、入ってる、入ってる。あと5キロ。はい、欲しい。
そろそろ勝ちクリアするわ。はっきり言っていい、うん、できる人すげーと思う。これでやればわかるよ。もう俺の汗だくのこのマスクをつけたくないからわかんないかもしれない。よし、じゃあマジそろそろ本当にいい加減、時計を見てほら、何全然見えないけど、よし、じゃあ今のぴったりか。こっちあってね、絶対クリアする。もうマジ見ててください、次ですから。153です。ネットです。ネットだ。来た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 。絶対来た絶対来た。来た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 。絶対来た絶対来た。157キロです。今だってめっちゃいい音したよ。今サーブ入ったんじゃない？入ってます入ってます。入ってるよね。3キロか。どうどう153キロです。全然ないわ。これはいっただろ、さすがに156キロです。今ね、入ってなかった多分。今ランボーですね。いく、出てんかい。出てんかい。 156 です。これはいったんじゃない？さすがにだってめっちゃ飛んでる。157キロですけど。7かよ、もう。ああ、分かんねえ分かんねえ。でーんっていうのに悲しくなる、これ。ほらこれはいっただろ、さすがにアウトです。153ですね。カオンっていうのが情けなく感じる。あるよね。これは当たったの。59でもう待つ。161キロです。入ってます。入ってるよ。ありがとうございました。やっと終わりました。目隠しサーブマジきつかった。めっちゃ眩しいですね、今日。こんな眩しかったんだ。なんかすっごい暗黒の世界に一人でいたんで。はい。ありがとうございました。じゃあ、スタジオに戻したいと思います。はい、以上になります。どうでしたか？人間やればできるんですよね。私はですね、目隠しをしても打てるぐらい、何度も練習を頑張ってきました。サーブはですね、一人でもできますし、とても大切なショットになります。ぜひ皆さんも頑張ってください。そしてですね、次の回から超初心者編というのが始まります。テニスをまだ始めてない方、初心者の方はもちろん、今現在やってる人にもとても有益な情報を紹介していきたいと思いますので、ぜひ来週からもご覧ください。確認はとても大切ですからね。最後までご視聴ありがとうございました。引き続き魔物のテニスの音をよろしくお願いします。それでは次の動画まで、さようなら。動画を楽しめた方はぜひチャンネル登録をお願いします。
概要欄の方にインスタグラム、ツイッター、TikTok の URL がありますので、こちらもよろしくお願いします。